どうも皆さんこんにちは、エスポワールトライブの島袋です。はい、本日はですね、ある方へ思いを綴りたいと思います。そちらの方がですね、あの YouTube 界の長ヒカキンさんでございます。以前にもね、僕はヒカキンさんのことをものすごくリスペクトしてると動画でチラチラ言ったことあるんですけども、今回はですね、改めてヒカキンさんに思いを届けたいなと思い、手紙を書いてまいりました。まあその手紙はね、僕なりにその強い思いといいますか、ヒカキンさんに対する気持ちをそのまま書き殴ったので、ちょっとなんか文章的にもおかしいなという部分はあるかと思われますけれども、まあ、気持ちだけでも受け止めていただければありがたいと思います。それでは、まあこの場をお借りして早速読ませていただきたいと思います。くらえ神の裁きよ。ヒカキンさんへ、今回はこのような形で勝手にお手紙を読ませていただくことになりますが、誠に申し訳ありません。どうしても僕の気持ちをヒカキンさんに伝えたくて文章にまとめました。まずはじめに、僕がヒカキンさん、 YouTube、ビートボックスと出会ったきっかけです。僕が小学校6年生の時に兄に見せてもらった動画がきっかけでヒカキンさんを知ることになりました。その動画というのはマリオビートボックスです。当時の僕はビートボックスに対する知識が何もなくて、マイクの前に立っているこの男の人は何をするんだと不思議な気持ちでいっぱいでした。そしてその動画を見た時、僕は全身から鳥肌が止まりませんでした。この男の人は口から何個の音を同時に出しているのか不思議で仕方がなかったと同時に、ビートボックスに興味が湧きました。そして時が流れ、中学3年生の頃、携帯を持っていた僕は YouTube でひたすらヒカキンさんのビートボックスの動画を見ていました。そして当時の僕は考え方があまりにも単純で、同じ人間やねんったら俺もできるんちゃんという非常に失礼で軽い考え方からビートボックスを練習し始めました。そこからはただひたすら練習に励む日々が続きました。通学の途中、ヒカキンさんのビートボックスの音をイヤホンで聞き、その直後に僕が見よう見まねで音を出すというのを繰り返し、ある程度の領域に達したらヒカキンさんのビートボックスと同時に僕もビートボックスをするといった練習方法でヒカキンさんに近づきたいという一心で練習しました。そしてひたすら練習に明け暮れている日々の中で、僕はもう一つ新たな気持ちが強くなりました。それは、俺も動画投稿してみたいという気持ちです。 YouTube に動画を投稿すると、あらゆる世界の人から自分の動画を見られ、いつしかはヒカキンさんのところに届くのではないかと考え、高校2年生の時から YouTube に動画投稿を始めました。始めた当初はひたすらビートボックスの動画を上げていました。その時に書かれるコメント欄を見て、本当に知らない人たちに僕の動画が見られているんだなと思い、ものすごく感動したのを今でも覚えています。そして今はエスポワールトライブのメンバーや桐崎と出会い、グループ YouTuber として活動することになりました。小学生の時、ヒカキンさんのマリオビートボックスに出会うことがなかったら、ビートボックスをしていたかは分かりませんし、ましてや YouTuber をしていたかも分かりません。 YouTuber をしていなければ、今のエスポワールのメンバーたちと一緒に動画投稿をしていなかったかもしれません。ヒカキンさんは僕の人生を変えてくれた恩人であり、偉人であります。このお手紙がヒカキンさんの元へ届くことは極めて低いかもしれませんが、いつかはヒカキンさんに対するこの気持ちが届けばなぁと思っています。この気持ちをいざ文章にまとめると、緊張して文法的におかしな部分が多々あるかと思われますが、それほど僕はヒカキンさんのことを全世界の誰よりも尊敬しているんだと解釈していただけたら幸いです。最後になりますが、ヒカキンさんは僕にとっての人生の羅針盤であり、目標であります。ビートボックスでも YouTube でもヒカキンさんには到底叶いませんが、それでも少しでも近づけれるように日々精進してまいります。この気持ちが届きますように、エスポワールトライブ島袋より。このような感じに
ヒカキンさんに対する思いを手紙に書かせていただきました。お前服も着てるってこと相当好きなんやろ。島村にわざわざ買いに行ってな。そうや、朝から買いに行ったもん俺。近くの島村なかったから違う島村まで走っていったもん俺。いや、この手紙がね、届けばなと思いますが、果たしてどうなるやら。でも、まあ僕の気持ちをまあ皆さんにも知っていただきたいと思い、お手紙にさせていただきました。その偉大なるヒカキンさんがですね、10月26日にあるおもちゃを発売されました。そのおもちゃというのがこちら。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス、こちらです。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス、実際の中身はこのような形になっております。ここがね、サングラスみたいな感じになって、ヒカキンさんをいかにも連想させるかのようなデザインとなっております。電源を早速入れていきたいと思います。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス。おー、素晴らしい。まあ僕もね、ヒカキンさんの動画を見て、まあ一通りは知ってるんですけども、いや改めて生で聞いたらもっと感動しますよ。こちらの機械なんですけど、音が27種類録音されております。詳細はヒカキンさんの動画をご覧ください。下の方に概要欄貼ってあります。でなんですけれども、今回はですね、僕がどれだけのクオリティで再現できるのかという検証をしていきたいと思います。ではまず一つ目です。僕バージョンがこちら。ヒカキン TV エブリデイ。二つ目はこちらです。ヒカキンゲームズ。ヒカキンゲームズ。三つ目の音です。ブンモン。四つ目、ハロー。ハロー。五つ目、六つ目、ブン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 。七つ目、ブンモン。トゥデイズヒカキンズポイント、ブンモン。Today's Hikakin's point。 八つ目、じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。ではラスト9個目です。バイバイ。はい、とはこんな感じでヒカキンさんの収録された音を完全コピーしました。まあ当然 100% 似てるかと言われたらそれは全然似てないかもしれないですけど、だいぶ寄せれたのではないかなと思います。これを聞いてる皆さん的にはいかがでしょうか。結構似てるもんですかね。コメント欄にぜひ書いてください。でなんですけれども、ここからが本題です。今回はですね、ヒカキンさんをこよなく愛す島袋が、ヒカキンさんの動画を、まあ、完全にモノマネできるんじゃないかと思いまして、今回はですね、ヒカキンさんのある動画を完全再現してみようと思います。今回モノマネさせていただく元の動画のリンクを下に貼っておりますので、この僕が再現した動画と、リンクに貼ってあるヒカキンさんの動画を見比べて、ぜひ似てると思ったらグッドボタン、高評価、コメント欄、チャンネル登録よろしくお願いします。なのでこれ以降から流れる動画は演者として僕が映ってるわけなんですけれども、ヒカキンさんとなりきっている島袋なんで、まあそちらの方を理解した上でご覧ください。ってことで、島袋バージョンのヒカキン TV をご覧ください。レッツランニャン。出たー、ヒカキン TV エブリデイ。ブンモンアロー YouTube。 どうもヒカキンです。さ、ついにやってまいりました。皆さんお待ちかね、ヒカキンが本当にうまいと思うセブンイレブンの商品ランキングトップ3 2019年。今回も自称コンビニマスターヒカキン、まあ本当にいろいろ食べた中でのトップ3でございます。セブンイレブン商品のランキング第3位はこちら。飲むヨーグルト白桃。このシリーズがうまいです。はい、
前回のね、1月のランキングでこれのね、アロエが大好きだって言ってたんですけど、ちょっとね、最近ね、これがね、アロエを超えてきたんじゃないかなっていうぐらい好きなんですよ。桃ね、飲むヨーグルト白桃 190g 税込み138円、こちら全国販売でございます。このパッケージのね、桃の上の部分のね、この枝があって、葉っぱがあって、枝がいい、枝がいい、このデザインいい。相変わらず朝飲んでるんですけどね、アロエよりフルーツ感が強いんだよ。桃がね、僕はダントツで好き。えっ、おう。これ桃の香りが強いんだ。これアロエと違って香りが強いんだ。ブスってぶっ刺した瞬間に、このビビたる隙間から白桃の香りがパーって、これゴツゴツ入ってるんですよ、白桃が。で、いただきます。うん、おいしい。はい、それでは次行きましょう。ヒカキンが本当にうまいと思うセブンイレブンの商品第2位は、こちら、ゆずレモンサイダー。炭酸ゼロ、ゆずレモンサイダー。すっきりとした上品の香りと味わい、炭酸ゼロ、 500ml、 38kcal。 ヘルシー。1位超食べる系なんで、はい、すいません。これうまいんですよ、このゆずレモンサイダーがね、優秀なんだよ、味がマジで。はい、ではいただきます。まずは香りから。これレモンが入ってるってことだよね。胸に残り離れない、すっきりとしたゆずレモンサイダーの味。ヒカキンが本当にうまいと思うセブンイレブンの商品第1位は、中華そば富田監修豚ラーメン醤油。あパンチあるの来たでしょう、パンチあるの。これ下手したら今セブンイレブンで売ってる商品の中で一番パンチあるから。中華そば富田監修豚ラーメン、極太麺、野菜、豚、ニンニク、税込み550円。中華そば富田って言ったら魚介つけ麺のイメージが強いんですけど、これさ、これなんか見たことあるカラーだね、黄色と黒。まさにね、ジロっぽいパンチのあるね、ニンニク効いた極太麺の豚骨醤油ラーメンということで、これね、マジうまいし、パワフルな味なんですよ、これ。それでは早速温めます。なーに、20秒、なーに、20秒、なーに、なーに、この時は道しるべとなる。